はいどうも、おはこんばんちは、みーこチャンネルのみーこです。オープニング鬼滅の刃のね、テーマからちょっと笛でねやってみたんですけれども、今日は5月の26日ってことで、まあ実質には5月25日にね、発売された、鬼滅の刃の日輪刀コレクション、これをね購入しました。ものがこちらでございます。はい、こちらでございます。ピント合うかな。日輪刀コレクション、コロナウイルスの真っ只中ね、鬼滅の刃、僕読まないだろうなと思ったんですけど、読んでしまいまして、結構ねハマりました。ちょっと日輪刀っていう作中に出てくる刀のねおもちゃ、クリアカードがねセットになったやつ、これが5月25日に出るってことで大人買いしちゃいました。で10個入ってるんで、これね一箱でなんかコンプリートするらしいです。それではね、ちょっと開けていきましょうか。はい、じゃあカメラチェンジいきましょう。はい、ということで、はい、じゃあね、開けていきたいと思います。まず箱こんな感じね。ワンボックスだね。で、なんかざっくり説明すると、炭治郎くんの刀が1、2、善逸くんの刀、そして伊之助、富岡さん、このね、5種類。刀が入ってるそうなんでね、早速開けていきましょう。さあ行くぞ。それではいざ開封。青くんペリペリ好き。オープン。おお、10個。はい、それじゃあね、この10個1個ずつちょっと開けていこうかな。多分なんか順番になってるのかな。まあ一番手前の方から開けていきましょう。一輪刀コレクション全10種ってことで、だいたい1個500円ちょっとかな。ちょっと一旦こっち置きましたかね。はい、で開けると、あ、ガム、ガムね、早速食べます。うん、あ、いちごガムね、これ美味しいわ。おっと、これは炭治郎くんだね。はい、まずカードね、クリアの炭治郎。ちょっと縁がね、ホログラムがついてるのかな。キラキラの感じだね。なんか背景がアニメのやつやと思うんやけど、これはお面つけてるからあれか。お、最終選別な。じゃあ刀ね見ていきましょう。どうだろう、ピント合う、これ結構ね精巧に作られてるね。これどうだろう、ピント合う、ピント合いますか。やばい、これやばいね。もう鞘までついてるってこだわりっぷりで、実際に刀を入れる、抜く。あー、すごい、かっこいいね。で、こういうね刀を置く台っていうのかな、もついてます。で、ちょっとね置くとこんな感じ。あー、じゃあちょっとね並べていこう。どんどんね開封していきたいと思います。ここら2番目ね、これ最後にね正面から撮ってみよう。はい、2つ目ね。お、また炭治郎くんですね。2番の炭治郎で、カードがどっちかな、 B なのか。はい、2番目のね剣はこの剣です。このね黒刀ですね。この黒刀、おー、かっこいい。これも鞘に入ります。ピシュ、ちょっとねカードよく見ていこう。カードね、これ結構なんかかっこいいんだよね。クリアのカードで、今度はちょっとねホログラムはされてない感じ。さっきの方がなんか合成な感じはするね。うん、クリアだからちょっと見にくいかもしれないけど、あ、ホログラムなってる、この縁の部分なってるわ。もうかまどって言うとなんかご飯しか思うか。はい、じゃあ次はここ行きます。そろそろね今順番に来てるんで、多分普通に行けば次は全員つくんですね。さあまずちょっと刀から見ていこうかな。はい、これ全員の雷の刀だね、これ。はい、で鞘の方もあって、こういう風にできます。かっこいいね。このなんか絵の部分もこだわりがあってちゃんと。はい、ではねカードね見ていきましょう。善逸カード、
うん。善逸のこれ B だね。あの縁が少しホログラムかかってるかな。はい。かっこいいじゃん。でもなんかちょっと弱々しそうな顔をしてます。じゃあね、ちょっとサクサク開けていきます。もうね、ね、まず刀から見ていこうかな。なんか他の刀と違ってなんかでかい気がするんやけど、気のせいかな。ツバがないからか。ここにね、だいたい普通はツバついてるんですけど、伊之助のね刀はツバがついてないので。あー、かっこいいこれ。どうよ、どうよ、どうよ。そして刀を入れて、いいね。これでもやっぱ2つ欲しいね。じゃあちょっとね、カードを見ていきましょう。はい、カードはこちらでございます。うん、めっちゃいい柄出してるな、本当に。ドーン、伊之助。こんな感じ。4つ開けたんで、多分この右の一番奥は富岡氏でしょう。富岡君もいらっしゃい。あ、富岡議員です。富岡議員、箱がやばい。ちょっと箱が溜まってきた。富岡議員、喋らずしてかっこいいってやつだ。水柱の柱です。これ見てよ、悪鬼滅殺ちゃんと書いてあるね。こう、わかる？これすごいミニチュアなのに。で、ちょっとね、こう動かすと剣がね、ちょっと青いね。水柱、ガチャン。カードね、見ていきましょう。あ、かっこいいわ。こいつかっこいいな。ずるいわ、こういうの。よし、じゃあ後半ね、後半戦いきまーす。また手前の方からね、いきたいと思います。ね、刀は5種類しかないんで、ここから刀はね、被ってきます。ほんで、なんつったらいいかな、カードがね、変わってきます。これは1番の刀、一番最初に開いてた、開けたね、開封した刀でございます。あ、でも突き跡痛いよ、これ突くとめっちゃ痛い。ツンツンやな。はい、ではね、カードの方見ていきましょう。カードがさっきとね、ちょっと若干、種類違いという感じになります。これは、なんだろう、1番のクリアカードの B パターン。さっきのがね、A パターンです。で、個人的には B パターンより A パターンの方がなんかかっこいい気がするんだけど。はいよね、本当に。すごい買うのに、列になったり。おー、これよ、これ。はい、じゃあこれは2番目の刀になります。カードだね。カードが、これ絶対こっちの方がかっこいい。なんだろう、背景がね、ちょっとアニメの背景使われてるんかな。すっごいかっこよくないですか、炭治郎くん。はい、うわー、この善逸かっこいいね。はい、じゃあね、カードの方はこちらです。これは技使ってる時のやつだね。めっちゃかっこいい。もうあと2つね。伊之助の刀がこれでね、2つ揃いましたんで、ダブルで構えることがね、できますね。あ、ちょっとね、先にカードからいきましょう。これ B の方のカードです。俺この構え好きですね。このバッテン書いてある感じ。刀の方が2つ揃ったんで、これでこういう感じでね、こういう感じでできます。いいね。はい、じゃあね、ラストがこちらです。さあ、ラストのカードはこちらでございます。いいね、キラキラしてる。あ、富岡さんは A パターンでもかっこいいかもしれんね。よし、じゃあね、ちょっと一旦ちょっと綺麗に並べて
ちょっと正面からね、撮ってみようかなと思います。正面から撮ったのを見ていきましょう。かっこよすぎやろこれ。はい、ということでね、今日はこちらの二次輪刀コレクションの方をね、開封していきました。結構ね、ミニチュアにしては剣がものすごく細かい感じで作られてて、かなりね、出来のいい、お菓子ではないでしょう。お菓子っていうかもうおもちゃだけどね。で、個人的には多分これ第2弾3弾っていうのがおそらくどんどん出てくるんじゃないかなと思います。この主要メンバーの本当の中心の中心ぐらいしかね、出てきてないので、まだ他にね、柱たちっていうのはね、存在するので、彼らがね、また出てくるのではないかなと、第2弾、第3弾でね、もしなかったとしても、第2弾、第3弾をね、ぜひね、作っていただきたいなと思います。で、まあ、カードもね、あれなんですけど、このなんかもう刀を飾るところまでついてて、すごく、コレクション魂をね、くすぐるなというような感じで、さすが二次輪刀コレクションってね、名前がついてるだけね、あると思います。はい。で、おそらく5月25日からの発売なんで、コンビニとかね、そういうところにもね、ちょっと売ってるんじゃないかなと思うんですけれども、おそらくすぐね、売り切れたりすると思うので、ネットの方ではまだね、少しちょっと売ってたかな。ただちょっと、6月の下旬とかね、そういう感じの発想になっていたような気がします。はい、ということでね、今日は、開封していきましたが、いつもね、車の洗車ばっかやってるんですけどもね、やりたいこともこういう感じでやってます。ということでまた、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それじゃあね、今日はこの辺で終わりたいと思います。さよなら。